こんにちは、ソコクル先生でーす。わー、はい、ですね、ラッピングをいつまでもなんか取っておいてほしいなーってことないですかね。私ちょっと聞き時あるんですけど、そういう時におすすめのリボンのかけ方、結び方をご紹介したいと思います。こういう感じですね。はい、こういう結び方とかけ方、今日はちょっと難しそうに見えるんですけど、そんなに見た目ほど難しい感じじゃないんですので、ぜひチャレンジして一緒にやってみましょう。頑張ろう。それでは材料です。今回はこの平板紙すき合わせ薄子尻尾ですね、こちらを掛け紙に使います。そしてこのワイヤーイリボン、そしてハサミを準備してください。それでは掛けてみたいと思います。はい、まず今回は4ループにしますので、1回どのぐらいのリボンの大きさにしようかなと考えていきます。1回折って、もう1回、1、2、3つ分。はい、でここに結び目が来るというイメージです。で今度は箱周りをくるりと回します。そしてこちらに中心、ちょっと大きめのループとタレを想定して、ここでまずリボンをカットしておきます。はい、それではかけていきます。先ほどと同じように、まずもう一度1回、2回、3回と折って、ここが結び目になります。結び目の部分を左角上に乗せました。右ぐるっと一周回します。回したらリボンの外裏の方ですね、ギフトの裏の方に返ってきます。返ってきたら前から後ろに通します。で結び目作るんですが、角の部分でしっかりキュッと結んでおくと、もう手を離してもほどけません。でこれほどけるなっていう方は角からずれてますので、こう探っているうちにしっかり角に来るように、こういう感じで準備が整いました。はい、この下の左、下に垂れてる方のリボンを1回、2回、3回折りました。で、今回はただの4ループじゃなくてセンターループも入れたいので、一度親指にくるりと巻きつけるように持ちます。で次にこの反対側ですね、リボンをまずこの親指で持ってるセンターの中に通します。よいしょ。はい、センターの中に通したら、このリボン全体持ってます、結び目の上ですね、このに途中で折って通して、後ろのリボンと後ろのリボンをキュッと引っ張ります。でループを整えて、でお好みの位置にずらしたい、リボンのこのタレを始末したらリボン結びの完成です。ではこのタレを切ってみます。これワイヤー入ってますので、ちょっとワイヤーが結んでるうちにワイヤーが出ることもありますので、こういうのはしっかり切っておいてください。はい、で
今回はこうちょっとよりゴージャスな感じに仕上げたいですので、こういう感じで、すいません、切りました。で今度タレはですね、ワイヤー入ってますので、こう自由な感じでこう止まってくれますので、こんな風にしてもいいし、こちらの方にくるりと、これに巻きつけてもいいと思います。ちょっといろいろチャレンジしてみてください。いかがでしたか、このこういうこの周りにこう巻くタイプのこのリボンのかけ方、どうしてこれが、置いとくラッピングになるかというとですね、これ例えばこういう蓋のあるタイプのラッピングに向いてて、こういうふうにそのままの状態でチョコレートを渡したりっていうこともできます、はい、でまたこういうふうにですね、これもラッピングなんですけども、ちょっと真ん中くり抜いて、この窓みたいにして赤ちゃんのおめでとうという感じでセンターループにいろんなものを入れてですね、こういう感じでラッピングをすることもできます。ですのでいろんな楽しみ方がまた広がると思いますので、ぜひ箱の周りに巻くかけ方っていうのもチャレンジしてみてください。この動画で紹介しました材料につきましては、レディーリサ YouTube スターにて販売いたしております。詳しくは概要欄をご覧ください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ラッピングコーディネーターのココクルこと田原明美が和紙を使ったワンランクアップのラッピングをご紹介します。簡単な包み方や暮らしに役立つ和紙のアレンジを提案します。ぜひ参考にしてください。